こんにちは白井ミュージックの白井としみつです。今回ご紹介するのは、こちら、ちっこいね、えー、一応ジョジョペノブっていう風に僕呼んでます。はい、えー、何に使うかというと、このソナーのパーフェクトバランスっていうねペダル、えー。これはね初代で2代目のやつが今 基本的には販売されているのとあとあの折りたたみ機構がないスタンダードっていうね合計3機種世の中には一応ありましてで、えー、僕ですねここの折りたたみのねこの機構これがこうガタつくこれがね実はあの正しいい状況と僕は思っています、えー、ここがスムースにこうロックできてここがガタつく状況ですね。 これ思いっきり締めすぎちゃうとしっかり囲って入らないのであの逆にトラブルが多いということで、まあ、白イミュージックではあのそこ調整して出荷していますで、えー、これ緩めますねでこれまあフープと仮定してこの木の板をかこっとはめますそうするとガタつきなくなります、ね、なのでフープが当たった状態でガタつきがなくなれば OK なんですけど ここの、ね、フープのこれ、まあ、今これ板をねこうはめてますけどこの板の厚さまあいわゆるフープの厚さですよねによってこれをちょっとこうですよでそれがまあ付属の L 字のねチューニングキーだったり僕の場合はこのハイテンション、えー、いわゆる竹とんぼキーですね竹とんぼキーをこうやって、えー、ハンドルが L 字になるので。 これでね調整していたりとかしました。まあそれでもちょっとねあのー、面倒といえば面倒というところがありまして、で今回のジョジョペノブの登場です。これをですね、これ結構硬いんでガッチリ。よいしょ、ちょっと一回床とかでねガッツリやらないと入らない。 よししっかりはまりましたはいえー、ここにノブをつけてもう指でね回せるようにしましたはいもうこれでバスドラムにちょっとつけますねはい取り付けますで、えー、こちらのノブですね これを回してよし固定しますとはいこれで完璧えー、で外す時もこうやって普通に外せるしあとまあここ緩めても外せますというですねあのもう これがついてしまうとこの折りたたみ機構の便利さとか、えー、クランプの取り付けの便利さとかこうジョジョペがですねもうものすごいこう便利なペダルとして、えー、今までのちょっとしたイライラが解決するというですね、えー、最高に嬉しい作りになります。えー、こちらも発売ししてていまして えー、ジョジョペ持ってる人はですねぜひ皆さんあの買ったらいいさと<笑><笑>思います。さあえー、でまあこのねキート楽器のこのシリーズまあこれもね、えー、バスドラムストッパーとかもありますしあとこれ、えー、これ HP50 のヒールのここねここにこうベルクロをつけるベースですね、えー、みたいなものも売ってます。さらに えと黒銀のスピードキングの、えー、スペーサーですねここ、はい、も,、えー、もう売っていたりしますなのでですねいろいろと、えー、できてて面白いですあハイハットもあるこの玉のクラシックシリーズのやつで、えー、まあここね ここにベルクローここにベルクローみたいな感じでこのスパイクを出さなくても安定させるみたいなね、えー、そういうこともやっています、はいえー。今までねちょっとあのなんていう、まあ、スパイクがあるからゴムの上とかだったらいいなって。 でもゴム系のこうマットってやっぱ持ってくには重すぎるなでやっぱりこうカーペット系のものがいいなカーペット系のものだとスパイクが使えないなっていうことで、えー、まあベルクロだったらみたいな感じの流れなんですけど、えー、そういうのがですねバスドラムだけじゃなくて、えー、まあ一部のペダルとかハイハットスタンドにもちょっと対応し始めていますので是非ですね、あのー、この辺のキート楽器の新しい商品ですね、えー、調べていただけたらと思います。 ということで、えー、あとこのジョジョペノブですね。なんか他に使えるとこないかなと思ったんですけど、これあの EAD10 の本体のこう角度調整する、まあ電子ドラムとかのね、えー、角度調整するここのためにわざわざこうチューニングキー使いたくないとかありませんか。そのためにここにつけるのも割と便利でした。はい、ということで、えー、今回ご紹介したのは。 パーフェクトバランスこれあの新型も旧型も両方ともね対応する形になっているのでどちらの方も使えます、えー、とても便利に使えるジョジョペノブのご紹介でした白井ミュージックの白井としみでした